タツノオトシゴ、タツノオトシゴ、タツノオトシゴは、トゲオメヨウメウ中をカタツノオトシゴ族に分類される、魚の総称。競技にはその中の一種の標準和名としても、用いられる。およそ魚には見えない外見と、オスが、育児脳で卵を保護する繁殖形態が知られた、分類群である。日本の別名はウミウマ、カイバ、カイバ、カイバ、ウマノコ、ウマノコ。 日本各地、馬の顔、馬の顔、富山、竜の駒、竜の駒、神奈川県三崎、馬引き、馬引き、竜宮の駒、竜宮の馬、和歌山、馬魚、馬魚、辰の子、竜の子、高知などがある。英名でも、シーホース、シーホース、海の馬と呼ばれる。すべてが、熱帯から温帯の浅い海に生息する海水魚で、一部の種は、 奇水域にも侵入する。制御の大きさは、全長 1.4cm のインドネシア産エッジ、サトミアへ、から全長 35cm に達する、オセアニア産エッジ、アブダミノリスまで種類によって差があり、体表の色や突起なども、種類感、または個体感で変異に富む。同じトガに組み込まれた、幼児ウオレイと同じく、体は、 鱗が変化した感情の硬い甲板に覆われ、凹凸がある。口は小さいが、感情の糞が、前方に突き出ていて、糞の付け根に目がある。尾ひれはないが、尾は長く、普段は尾、海藻や、サンゴなどに巻きつけて、体を固定する。ほとんどの魚は、前後に伸びた姿勢をとるが、タツノオトシゴ類は体を直立させ、頭部が前を向く姿勢をとる。 この姿が、竜や馬の外見に通じることから、タツノオトシゴ、カイバ、リュウグウコマ、あるいはシーホースなどの名前が付けられたのとみられる。およそ、魚の概念からかけ離れた外見ではあるが、よく見ると、前に曲がった首のあたりに小さなエラ穴と胸びれがあり、背中にもこれも小さな背びれがある。主に熱帯、温帯域の沿岸旋回に生息する。種類、個体数とも多いのは、 大を絡めて、身を隠せるものがある岩礁域、藻場、ンゴ礁などの環境である。ただしいくつかの種類は流れもについて、概要を漂うことがある。泳ぐときは胸びれと背びれを小刻みにはためかせて泳ぐが、動きは魚にしては非常に遅い部類である。しかし、体表の色や突起が周囲の環境に紛れ込む擬態となっており、 海藻の茂みなどに入り込むとなかなか見分けることができない。食性は肉食性で、魚卵、小魚、甲殻類など小型の動物プランクトンやベントスを吸い込んで捕食する。動きは遅いが捕食は早く、餌生物に分をゆっくりと接近させて瞬間的に吸い込んでしまう。また微細なプランクトンしか食べられないと思われがちだが、意外に眠毛な捕食者で、 細い興奮にギリギリ通過するかどうかというサイズの甲殻類でも積極的に攻撃し激しい吸引音を立てて接触する。水族館で飼育する場合は網類などの名前差が与えられる。タツノオトシゴ族のオスの腹部には育児ノという袋があり、ここでメスが産んだ卵を稚魚になるまで保護する。タツノオトシゴ族の代表は凹凸がある甲板だが、 育児脳の表面は滑らかな皮膚に覆われ外見からも判別できる。そのためこれがタツノオトシゴのオスメスを判別する手がかりともなる。繁殖期は春から秋にかけてでメスはユラ卵管をオスの育児脳に差し込み育児脳の中に散乱し育児脳内で受精する。日本近海産のタツノオトシゴエッジコーノタスの場合 メスは5から9個を産卵しては一休みを繰り返し、約2時間で計40から50個を産卵する。大型種の大海ウ馬ウエッチケラギーでは、産出稚魚が600尾に達することもある。産卵するのはあくまでメスだが、育児の尾へ産卵されたオスは、腹部が膨れ、ちょうど妊娠したような外見となる。このため、オスが妊娠するという表現を使われることがある。種類や環境などにもよるが、 卵が孵化するには10日から1ヶ月半ほど、普通は2から3週間ほどかかる。子魚は孵化後もしばらくは、育児脳内で過ごし子魚になる。出産するときは、オスは、尾で海藻などに体を固定し、体を震わせながら、子魚を産出する。子魚は、全長数ミリメートルほどと小さいながらもすでに親と、ほぼ同じ体型をしており、海藻に尾を巻きつけるなど親と同じ行動をする。 幼獣をカタツノオとしゴ族は一族のみで、タツノおとしご赤ヒッポコンプリニーを構成し、50種類ほどが知られる。幼獣をカ幼獣を赤にも、タツノイトコやリーフィーシードラゴンなどの類似種が多いが、首が曲がっていないこと、尾ひれがあること、大物に巻きつけないことなどの際で、夫タツノオとしゴ族と区別できる。タツノオトシゴ族は、外見が互いに似る上に、 個体変異も大きいため同定が難しく、21世紀に入っても、なお新種が報告されている。これらの同定は、体連数、体を覆う、環状甲板の数、頭部突起の長さ、体の各所にある棘、胸びれや背びれのヒレ上数などで区別している。以下は、フィッシュブイスに掲載されている構成種である。タツノオトシゴ類は食用にはならないが、魚としては、 得意な外見を持つことから水族館などでよく飼育され、観賞魚としても流通する。また外見はユーモラスなものとして見られ、各地でロゴマークやキャラクターなどのモチーフにも利用されている。卵と稚魚を育児の腕、保護する様から、日本各地では安山のお守りとして、干物を妊婦に持ち歩かせる風習がある。また毎年の年末年始はその年の干支にあたる。 動物がメディアで取り上げられる、タツ年の竜だけは架空の生物であるため、代わりにタツの落とし子が取り上げられることがある。中国では、高倉タツ、黒海馬、大海馬などの大型種の干物が漢方薬として、陳調される。近年ではそれらの利用のために、各地で大型種が乱獲され、IUCN のレッドリストやワシントン条約の付属書、E、 輸出入に許可証が必要というレベルに掲載されるほどとなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。